こんにちは、内田裕子です。今日は J-POP 弾いてみたいと思います。最近の J-POP はかっこいいんですけれども、ピアノソロで弾こうと思うと、難しい曲が多いですよね。ビートが細かかったり、一つの音符に歌詞がすごくたくさん入ってたりして、弾く側からするとね、すごく注意を払わなくちゃいけないと、思ったりしてます。昨年からね、ずっとヒットを続けてるアニメの鬼滅の刃の中のテーマ曲グレンゲ、この曲にちょっと今日はスポット当てたいと思います。この曲は私もアレンジいっぱい書いていて、ソロの中上級とか、初級とかいろいろ書いてます。このチャンネルのところに、楽譜情報を書いておきますので、ご興味のある方はご覧ください。今日は中上級のね、中級中上級についてちょっと、考えてみたいと思いますけども、まずはね、本当にクラシックとかをされている方は、こういうタイプの曲どうやって弾いたらいいのかしらなんていう質問も受けるんですけども、楽しむことが一番ですけどね。その上に、ざっくり3つポイントがあるかなと思ってます。1つ目は、タッチをはっきり弾く。でもこれは結論から言うとあんまり考えなくていいです。歌詞に沿っていくと自然とそうなるので。そして2つ目はビートをはっきり出す。右左手ですね。それはこの曲の、決めフレーズとかってありますよね。このトン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 っていうね、こういうのははっきり弾くと。そして、もう一つは当たり前のことなんですけども、強弱をはっきり弾く。でこれはどの曲もそうですけど、歌の曲をピアノで表現するってやっぱり同じものはできないですよね。でも違ったもので、それなりにこう素敵なものはできるわけで、でそのためには、強弱を大げさにと思います。例えばこういうところですね。もうぐわーっと盛り上げて急にちっちゃくするとか、そんなことを考えながら、サクッとピアノバージョングレンゲ弾いてみたいと思います。グレンゲピアノショートバージョンを聴きいただきました。それではまた。